NPO 法人札幌カラス研究会中村です。今ちょうどこのブト君、縄張りブト君が鳴いてます。ちょっともうね、ビデオカメラからはちょっと見えないところに行っちゃったんですけど、ここのブト君はですね、私すっごい昔なんですけど、2回ぐらい同じ日、2回じゃないですね、3回ぐらいかな、3、4回落ちちゃったヒナを枝に止めたことがあります。で、ここのブト君ですね、なんでしょう、ここの公園自体が苦情が出ないっていうのもあるのかもしれないんですけど、普通ヒナを枝に戻すとすごい私威嚇されるんですけど、ここのブト君ね、翌日以降も全然威嚇がなくて、まあ一応私が来ると気にはするんですけど、何もないです。だから元から温和なんですよね。なぜ温和かというと、元からカラス温和なんですよ。別に凶暴でも何でもないしね、むしろ臆病というか神経質だし、やっぱりその人が手出しをしない、いるの分かってる、嫌いな人もいる、でも手出しをしないっていう、このやり方がいいんだろうなと思うんですよね。無駄な刺激を受けていない分、なんかこうね、静かに繁殖をして、問題、まあ落ちたりとかしたら多少騒いじゃうんだけども、それ以外何もないっていうね。多分それだからね、巣を取ろうとか取れとかそういう話にもならないし、まあ木がこんだけね、こう樹冠が重なっているので、巣立ったヒナもあんまり落ちることなく上手に移動してくれてますね。札幌市内全部がこんな感じだといいなと思います。それでは。